はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、ファミコン版究極張り切りスタジアムをプレイしていきたいと思います。このゲームね、スーパーポテトでね、50円で購入してきました。一番安かったんじゃないかな。早速やっていきましょうね。これね、当時中学生の頃かな、持ってましたね。コンピューターね、このね、野球チームにね、アイチームがいるんですよ。これアイチームはね、アイドルのチームなんですよね。せっかくなんでね、このチームでプレイしてみましょうか。相手はスワローズ。スタート。まあこの辺ね、僕はまあアイドルにはそんな詳しくないと思うんですけどね。ユキって言ったら斎藤ユキですかね。5組。トモヨって誰やろ。トモヨ、ちょっと富田ユイ、浅香ユイですかね。僕は浅香ユイ好きでしたね。誰にしようかな。まあ斎藤ユキがエースみたいなんで行きましょう。さあ試合開始です。今日もよろしくお願いします。これアナウンサー徳光さんですね、おそらくね。それで左に長さんと長島さんがいてますけど、1番小泉京子でしょう、おそらく。小泉京子はね、そんなに個人的には好きではなかったかな。でれれ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 、沖の目陽子ね。2番沖の目。ヤクルトに勝ちたいな、アイドルチームでね。何の南野陽子ね。この南野陽子がね、僕は一番好きでしたね。で僕はね、友達にはね、南野陽子を好きだと言えなくてね、なんか音楽とか聴くじゃないですか。当時、長渕剛がね、流行ってたんで、長渕剛を聴くと思わせときながら、南野陽子の、ね、曲を聴いてましたね。懐かしい。やるね、なんの。なんのはね、同郷なんでね、あばいばい。4番、アキナ。小泉。中森アキナね。いけ！よし！何の走れ！何の走れ！帰ってこい！よし。1点取った。1点先取。やっぱね、ファミスタと似てるんですよね。このハリスターって言ったらね。だから操作がしやすいというね。なかなか、だから、完成された野球ゲームですよね。マドンナって言ったら、ね、アメリカのマドンナですよね。投球システム覚えてないな。どうやってやんだろう。あ、こうやって、なるほどね。取れる、取れるよ、取れる。あ、あれ、ノーバン取ったんちゃうの今。渋い。セカンド、セカンド、セカンド、よし。これ、たまな、遅いな、なんか、送球がね。手神聖、知らないな。これまっすぐはどれやろ。これスローボック。あー、やられて。よく打つなこれ。ハーパー、ハーパーって外人いましたね、確かに。あー、抜かれた。これよく打つわ、ヤクルト9。これはいきなりピンチですね。杉浦、懐かしい杉浦ね。杉浦はなかなかいいバッターでしたよ。ちょっと太い選手でしたけどね。メタボな感じがしましたか。よし、ダブルプレーチェンジ。4本ヒット打たれながら0点で抑えたと。美穂、中山美穂ですね。ワクワクさせてよ、地味っぽい恋は嫌よ。そんな中山美穂はタイプではないんですよね。まあ何のですよね、南野陽子。ユマ、中村ユマから確かスケバンデカとかに、ね、出てますね。やばい、これライナーのゲッツー多いな。菊池桃子ね。これね、アイドルチーム結構強いですよ、これ。8番が3割0分4厘って。
かなりの打率ですよね。いけいけいけいった。菊池桃子ホームラン。俺はね、今まで野球ゲーム5本目かな ?6 本目ですかね ?5 本目ですかね。一番いい試合展開ですね、これね。アイドルチームが。斎藤佑樹。アイドルチーム最強かもしれない面白いですよね。だからね、ハリスさんね、斎藤さんですからね。あ、見てなかった。やばいやばいやばい、取れる。よし、オッケー。斎藤さんですよね、ハリスさんね。萌えプロよりはるかに面白いね新萌えプロ野球はかなりひどかったんでね、あれね。池山、池山がまだ打率2割0分9厘の頃か。まあ、池山もね、尼崎出身ですよね。一山でしたっけね。よく対戦したんですよね、高校時代ね。一山ね。一山強いんですよ。確か野球部のグラウンドがあったんじゃないかな。公立なのにね。アイドルチームに集中してヤクルトの方の選手紹介ができてませんけどピッチャー伊藤ね、いましたね、伊藤ね、うん、おじさん臭い選手でしたこんなやったら怒られるかもしれない伊藤ね、東の伊藤ですよね。富士の伊藤じゃなくて。何の池、何のホームラン、カキーンと。そういうわけないかな。あ、ゲッツーね戻ったんだけど、ゲッツーか。新井はね、ちょっとね、個人的に好きな選手ですね。親父のね、そなちゃん、見バレになるからやめとこう。親父のね、あの、会社と関係あるんですよね。渋いっていうのはあんまり覚えてないですね。よし、オッケー。テシンス、これも外人ですから、テシンス。よくわからない。取れるよ、取れる、オッケー。ハーパー、これも外人ですよね。取れる、取れる。あ、やばい、これやばい、抜かれた。ピンチやね。杉浦か、また杉浦。あ、取れよ1点取られた。厳しいな。広沢ね、広沢、広角打法の広沢。よし、OK。 ヤクルトがね、まだ強くない頃ですかね、これはね。これからね、ノムさんがね、監督になってどんどん強くなっていくんですよね。今詰まったのかな。マドンナ、すごい打率とホームラン。そんな甘い球、マドンナ打つよ、そりゃ。そんな甘い球だったらさ、世界のマドンナだよ。今もう50歳過ぎてるんですかね。ミポリ、中山美穂、中山美穂のときめきハイスクールでしたっけ。確かソフトゲームにもなってますよね、中山美穂はね。うん、ピッチャー変えてきたね。オバナですね、オバナ。ピッチャーオバナのようですね。いいピッチング期待しましょう。中村ゆまですよね、ねえ、スケバンデカに出てましたよね、確かね。なかなか強いね、アイドルチーム。八重樫はね、バッティングフォームが面白くて有名でしたね。この人もね、メタボ体型でね、昔野球選手、メタボ体型の人多かったんですよね。だから野球ってね、体力使わないんですよ、実はね。ピッチャー以外全く疲れないんでね。まあ、清原選手がね、
ね、覚醒剤で捕まりましたけど、現役時代もね、やっていたっていう情報がね、入って、まあ、それぐらいね、野球選手ね、ピッチャーが体力使わないんですよね。うん。僕はね、ピッチャーもやってたんですけどね、高校時代の終盤、外野に回って、ね、一番しんどいことって言ったらね、外野から、チェンジになってね、外野からベンチまでダッシュで戻るんですよ。それが一番しんどかったですね、試合ではね。もちろん練習が厳しいんで、ね。やばい、ホームランだ。集中しないですよ、同点ホームランだ。いや、野球っていうのは本当にね、楽なスポーツなんですよ。だからメタボ体型でも昔はできたと。危ない、アウトか。チェンジ。これからやね、ちょっとね、5回表。口もさっきホームラン打ったよね。フェアフェア、よし、二塁行け。このアイドルチーム最強やね。そろそろ替え時かな。三塁大丈夫だよね。あ、よし、小泉京子、1点取ろうぜ、1点取ろう。先っぽ先っぽ、よし、 OK。 これ取られるか。タッチアップ、タッチアップ。ダメだこれ、アウト。足遅いなあれ。ここ行ってほしいよね。荻野目ちゃん打ってくれよ。ちょっとね、うわ、アウト。サードライナー。ちょっとそろそろピッチャー変えないとまずいかな。11安打も打たれてますね、4回でね。なんだよそれ。ピッチャー変えましょうね。ゆいって浅香ゆいですよ。浅香ゆいもね、好きだったんですよ、僕はね。南野陽子好きになって、浅香ゆいを、どうでもいいですね、こんな話。どうでもいい話だ、こんな。まあ、今のアイドルほとんど知らないですからね、僕はね。モーニング娘。の時代で止まってますから。ゲツゲツ。あー、取れないね。次浦。あー、また打たれた。なかなかね、ピッチングのコツがね、まだつかめてませんね。広沢ね、反対方向に打つのがうまかったですよね。反対方向にね、長打を打てるっていうのはやっぱりなかなかいないんですよね。長手なんですよね。よし、OK。特に左バッターだね、反対方向に打つ、反対ごめんなさい。反対方向にね、長打を打つっていうのは難しいんですよね。左バッターはね、やっぱ右利きのね、選手が多いんでね。やっぱり引っ張ってしまうんですよね。松井なんかもそうですけど。よし、OK。これもホームラン。ホームラン。よし。左バッターはね、プルヒッターが多いですね。うん。だから、ピッチャーなんてそれをね、考えて投げないといけませんよ。右投げ左打ちの左バッターはね、インコース強いです。左に投げの左バッターだったらまた違ってくるんですよ。マドンナ。取られるか。いける、いける。よし、OK、OK。あ、三塁いけるか。いけるか。いけるか。よし、セーフ。OK。ミボリ。強打者揃いだね。どうや、これ絶対無理だよね、タッチアップね。
タイミング的に今中村ゆま、あ、これ、あ、ちょっと行けなかった、ホーム帰ってこれなかった、菊池桃子ダメだ、なんでノーアウト2、3塁から点取れずか、なかなかいいゲームですね、ナイスゲームですね。これね、あの直前に曲げる方がいいんですかね、切れるボールね、あまり早くからね、変化させると良くないんですよね。打たれた、取れる、取れないか、やっぱハリスター面白いね、ハリスター面白い、何やって、二塁だよ、二塁投げたかったな、今オバナ、オバナはピッチャーなんでね、やばい、アウト、アウト、よしよしよし、こっからですね、一番荒井、荒井はね、よく打ちますからね、荒井は小さい選手でしたけどね、背の低い選手でしたけど打力がありますからね、よし OK、 ナイスファースト、7回表、浅香唯だと思うんだけど、浅香唯は今でも可愛いですよね、最近テレビ見てないからよくわからないけど、小泉京子、キョンキョン、出会いは風の中お銀の名誉子、これ抜かれたね、またちょっとバツできたかな、ちょっとピッチャー変えよう、5組もね、あの防御率 2.81 なんで、5組でしたっけ、アレジと結婚したの、ジャン・アレジと結婚したのね、違いましたね、誰かと間違えてるかな、あんたセカンドだって何やってんだよこれ、このミスがね、失点につながるかもしれない、ナイスカーブ、あ、危ない、今セカンドフランでよかった、あーでもセーフや、足速いな、杉浦は怖い、フェアマジで、ほらだから言ったじゃん、セクサンド投げとかないと大ピンチですね、広沢嫌なバッターだ、シュート、いいボール掘るけどね、国民もねナイススライダー、振れよお前、あんなシュートなかなかないで、ちょっと負けんの早いって、満塁だよこれ、あ、やられたやられたマジかよ、ダメだ、ピッチャー変えようかな、どこ投げてんだよ、危ない危ない、走られてたら点数入ってるよねこれ、あ、なんでセカンド投げないの、バカやな、逆転だ、ゲッツー取れたかもしれないのに、戻ってる、よし OK、 ナイス、逆転されてしまいました、8回表、
ホームラン3本も打ってるんですね。何度何のちゃん。凡退。中森明菜。ゲラ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 バンハー。打て。あー、ダメだ。打てないな。マドンナ。こいつは打つよ。最強バッターマドンナ。最強バッターや。当然。さすがマドンナ。2本目のホームランですね、この試合。ピッチャー交代。オバナやっぱ強敵だったからね。アラリ。アラリって誰かな。アラキか。アラキだよね。アラキ大輔か。双日のね、あの、ハンカチ王子の先輩の荒木大輔選手ですよ。うん、これはいい試合になった。ちょっと何やってんの、あのショートは。なんでショートはサードのベースカバーに走ってんの。取れよお前、セカンド。セカンド何やってんの。ファーストのベースカベースカバーなんかしても意味ないだろう。何やってんの。アウトアウトアウト。よし、オッケー、ゲッツ。ピッチャー変えよう。ダメだこれ、5組は。友よ友よ。富田。あ、聖子がおるね。聖子、松田聖子だよね。俺もちろんね。Welcome to スロベニータイム。これ古い。古い歌、古い歌じゃない。最新の、最新の歌じゃない。やばいね、これ。ヤクルト、すごい打つよ、これ。聖子ちゃんはね、やられた。すごい当たりだこれ。危ない。ホームランだよほとんど。危ない。これはちょっと厳しいね。ちょっとね、なんかチェンジ。1点差でリードされております。この回で逆転しないといけない。今ないわって。あー、もうサードライナー。いい当たりだけどな。菊池桃子ダメだ。代打だね、最後ね。代打誰がいるかな。聖子ちゃんピッチャーなんでね。国章か。ひばり。ひばりって美空ひばりじゃないよね、まさかね。ひばりでいこう。おっと、バッター交代です。大きいのが欲しいですね。いわゆるビッグアーチですね。期待しましょう。さて、ひばり、美空ひばり。違うかな。いけ、ホームラン、ホームラン、ホームラン。ダメだ、取られるわ、これ。あ、でも、抜いた、抜いた。よし、OK。あ、二塁にはいけないと。さて、一番超えずに、打てよ、お前。打てよ。ダメだ、取られるわ。負けだ。悔しい。めちゃくちゃ悔しいな、これ。今までの野球ゲームの負けの中で一番悔しいね。野球人の端くれとしてね、なんとかアイドルチームをヤクルトスワローズに勝たせたかったんですけど、惜しくも5対6で敗れてしまいました。というわけで試合結果は、Iチーム5点、Sチーム6点でした。Iチーム惜しい試合でした。この悔しさをバネに次の試合頑張ってほしいですね。なるほど、残り時間もわずかとなりました。ではさようなら。どうもあ、これ成長させていけるんや。へえ、そんなシステムあったね。覚えてないな。へえ、なかなかね、ファミコン時代のゲームとしてはね、面白いゲームですよね、これね。というわけでね、今回これで終了したいと思います。
ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。